はいどうもこんにちはだぜ。今回は東方プロジェクトよりリリーホワイトを作っていくわ。いや、リリーホワイトって本来春に作ってあげたかったキャラだよな。そうね、春を告げる妖精だし、春ですよが名言。だものね。まあショートの時コメントで視聴者さんたちにいじってもらえたからいいんじゃないか。もうなんなら最近異常なまでに暑いからねー。さあ雑談はそこら辺にしてそろそろメイクの解説に入るぞ。リリーホワイトといえば垂れ目でおっとりして優しそうな印象があったので目にはこだわって作ったわ。あとはまつげを生やしすぎなかったのもポイントだな。まつげを生やしすぎないことで子供っぽい雰囲気を作ったのよね。というか垂れ目で思い出したんだが、ケーキドンバショーさんの時、鬼滅の忍さんがめちゃくちゃ好きで、よくイラストも描いてたんだよ。その時にもう目が垂れ目すぎて、ほんとケーキドンって黒歴史製造機よね。あ、今も忍さんは好きだぜ。ってことで、黒目選手入道。もうほんと最近ずっとこの、黒に色重ねる戦法しかやってないじゃない。いやだってこれ作ってて楽しいし便利なんだもん。はいはい、あんたの言い訳はいいから。あいつ、急に出てきて急に帰るよな。ほんと嵐のようなやつよね。ちょっとまだハイライトがないせいで怖いな。さあ、ここら辺から一気に雰囲気変わってくるわよ。うおーおーおー。ハイライトが入ったことで印象が変わったのはもちろん、ハイライトの後ろの水色のグラデーションが深みを出してるな。ケーキ丼のくせにやるわね、あいつ。私も、唯一キャラメイクの腕だけは認めてるからな。ちょっとそういうこと言うと調子乗るわよあいつ。確かに全然撤回だぜ。さあここからは恐る恐る作った帽子パート。ビートピアの配置制限のせいで帽子作るのが難しいんだよな。そう、それにパーツ数まで制限かかってるしねー。まあまあ、それでも十分作れるけどな。しましまのところはほぼ同じ作業なのでカットしたわ。あと困り眉にしたのもこだわりポイントだぜ。帽子の角を尖らせたら今度はリボン作りね。リボンは手抜きつつこだわったぜ。いや、手を抜いてるのかこだわってるのかどっちよ。まあまとめると手抜きだがそれっぽく見せるのにこだわった感じだぜ。なるほどね、それは大事よね。あとのリボンの細かい装飾作業は地味に長いのでカットを。さあ皆さんお楽しみ前髪作りのお時間です。リリーホワイトの前髪は形だけで言えば星の愛にも似てるよな。確かに、左で分けて右に集めるところが似てるわよね。ここからはひたすら前髪の毛先を作っていくぜ。それがあるかないかでもだいぶ印象変わってくるわよね。というか今更だけど本当におめめ綺麗に作れたな。ケーキ丼はラムネ味をイメージして作ったらしいわ。食欲モンスターだな。横髪作りが始まったわね。横髪は長くしたけど、お好みで短く変えてください。今作ってるところが見えなくて作ると苦労したわよ。でもまあ、その結果可愛く作れたんだしいいだろ。終わり良ければ全て良しっていうしね。前髪の影って大事だよな。また唐突に話ぶっこんできたわね。でもこういう感じで同じ色で作るとき、それの分け目としては、重宝するわよね。そうそう、今まで一体何度前髪の影で、クオリティを底上げしてきたことか。ついに仕上げまで来たわね。髪のツヤはパステルカラーで作ることにしたんだな。ふわっとしてていいわよね。お披露目タイム。ってことでリリーホワイト、完成です。いやー、いかにも妖精らしくて可愛い仕上がりになったわね。そうだな、ケーキ丼もこれには満足って言ってたぜ。ぜひダウンロードして使ってみてほしいわ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。